ちは、ソフトクリームちゃんだよ。今日はすき焼き年の予想したいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は4歳馬が3勝、5歳馬が5勝と好調ですが、6歳以上になってくると副賞率がガクッと落ちて、7歳以上で馬券に絡んだのは3頭だけという状況です。また根拠は見つけきれませんでしたけれども、7枠と8枠がやたらと馬券に絡んでいて、過去10年で馬券に絡んだ30頭のうち15頭が7枠ないし8枠から出ているのはちょっと意外でした。14年連続で馬番が10番以降が馬券に絡んでいます。そして牝馬で馬券に絡んだのは5番人気以内で、4着が5回もあって惜しい競馬が続いてはいるんですけれども、副賞率は 20% 弱と目立たない成績。夏馬牝馬という格言があるものの、狙いすぎは良くないようです。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は2勝して2着3回とまずまずの成績なんですが、現在5連敗中。これはまた穴馬大活躍かなと思ったんですが、ここ5年で単勝20倍を超えて馬券に絡んだのがヤングマンパワーの1頭だけ。10年に広げても3頭に過ぎません。単勝50倍を超えて馬券に絡んできたのはマイネルスキルツイの1頭だけと、穴馬大活躍ともいかないところ。長い直線と別定戦という条件ですので、ある程度実力通りという部分もありそうで、馬券に絡んだ30頭のうち13頭が1から3番人気、10頭が4から6番人気、残りの7頭で7番人気以下と、人気順の比率でまんべんなく馬券に絡んでいるという傾向。ですので、人気馬だけ、穴馬だけにこだわらず、まんべんなくカバーできる馬券の方が良さそうで、馬連の10倍割れが2度あるものの、3連複は20倍を割ったことがなし、3連単も万馬券割れはなしと、3着まで人気馬同士で収まるというのはなさそうな傾向が出ています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はエイシンティンクルです。これまでは逃げの競馬一手で展開が向かなければ脆いところを見せていましたが、前走は距離を詰めてなおかつ番手で競馬ができるようになり、5歳ながらも戦い方の引き出しが広がったようにも感じます。対抗はフロンティア。前走で小馬との戦いに目処がついたのは何よりの収穫ですし、その中京記念は馬場の悪いところを避けてのロスがあったようです。何より去年の新潟2歳ステークス勝ちの実績もありますので、この時期とこのコースの相性がマッチしている印象もあります。早めに前が崩れようものならチャンス十分と思っています。以下4走ごとに勝っているワントゥーワンも気になるところですが、位置取りが後ろすぎるのでまた届かないという可能性も否定できないところです。リライアブルエースは前走レコードの時計についていった分消耗が大きく、状態を維持するのがやっとという様子のコメントでしたので抑えまで。ウィンガニオンはこの夏期待の一頭でしたけれども、スタートで遅れてそれを取り戻すのに足を使うのがどうも私としては嫌感があります。58キロという斤量もありますし、そこまで大きな妙味もないようならここは思い切って消してみたいと思います。それでは開目です。前有利の場合のエイシンティンクル、前が崩れた場合のフロンティアからの変則の馬連です。プリモシンあたりが人気するようですけれども、あまり段差をつけすぎずに欲張った配当が来てもおかしくはなさそうです。先週現地の新潟競馬場で見ていましたけれども、結構前が残る競馬も見られました。新潟記念あたりまで開催が進むと馬場も変わってきそうですけれども、まだそこまで開催も進んでいませんので、エイシンティンクルの前での積極策に期待してみたいと思います。続いては馬クラボのコーナーです。先週は土曜新潟6レースで印上位の馬で3連単19万馬券を命中させるなど、私が仕事をしている間にも万馬券を的中させています。なんといっても先週デビューしたユナカイトの新潟6レース、
こちらが1位と3位。小倉記念はトリオンフを1位指名で、配当は伸びませんでしたけれども、上位指名まで1、2、3と相変わらず気になる存在の指数です。このコラボ指数、平場の1レースから6レースと注目重賞は無料ということで、気になる馬の指数が何位なのかで、段差外の参考にするなど、人それぞれの使い方で楽しめます。リンクは説明欄にありますので、覗いてみてください。以上、馬コラボのコーナーでした。さて、続いては札幌競馬場のエルムステークスの予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。勝ち馬はオープン特別組が5勝してリードしていますが、一番目立っているのは交流重賞組。交流重賞からここに来る馬の半分近くが馬券に絡んでいます。また、逃げ先行が圧倒的に有利で、差し馬は3コーナー手前からまくっていかないと成績が出ません。ということで、札幌競馬場の馬場回収後、5年連続4コーナー3番手以内で1、2、3と、差し馬は何やってんだと怒られそうな成績です。4コーナー5番手以降でこんなに悪い成績は珍しいところかと思われます。いい加減こんなレース展開は続かないでしょうとうがった見方をしたくなるような成績です。そして4歳から9歳まで馬券に絡んできたエイシン・モアオバという馬もいましたけれども、4歳や5歳などの若い馬の副賞率が高め、新しいスター候補がここで台頭しやすいレースとなっています。馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は2勝して2着1回。馬券には絡む方ですけれども、現在5連敗中です。馬券に絡んだ30頭のうち3分の2の20頭が1番人気から5番人気以内なので、これは人気サイドかなと思えることもありますが、ここ2年続けて単勝が10倍を超えていたり、断然の1番人気が連帯できていなかったり、5番人気以内で3着までに収まったのが2回だけと、穴党でもまだ希望が持てる数字が出ています。馬連の10倍割れ、3連単の万馬券割れは2回ずつありますけれども、札幌の今のコース形態になってからは3連複50倍以上、3連単500倍以上で推移してきていますので、この傾向通りなら穴馬がやってきてくれる期待が高まりそうです。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命は三つ馬にしました。中央の重賞でも交流重賞でもどちらでも上位に食い込めるのは実力のある証拠だと思います。ただ距離的にちょっと短いのが不安材料。前走で上り馬たちをバッサリと撫で切りましたが、今回は少し苦戦する要素もありそうです。ただ軸としては足りる成績と見ました。対抗はノーブルサターン。準オープンで苦戦を続けてきましたが、前走で外枠を苦にせず快勝しました。主戦の鮫島騎手に乗せてほしい気持ちもあったんですが、ここは池添騎手、勝負の気配が漂います。以下ジョッキーの横山親子に注目が集まっていますが、アンジュデジールは番組がないという背景もありますけれども、地方の牝馬限定重賞ばかりを使ってきました。中央の重賞で、しかも母馬相手ということで、果たしてここでいきなり通用するかは怪しいところ。ならば、ハイランドピークの方がマークはされはするものの、チャンスの目はありそうです。リッカルドは大井の深い砂、遅い時計、長い直線が合うと思いますので、ここで激走するなら地方に転入する必要なかったじゃんとなりますので、南関東の重賞で積極的に買いたいと思います。それでは買い目です。三つ葉からの3連複を流します。直前までノーブルサタン本命にしていましたが、今回は前が崩れて今までの傾向が覆されると読みました。穴っぽいところが相手に眠っていますので、点数が多めですが、万馬券の可能性も追ってみたいと思います。さて、先週は新潟競馬場にアーモンドアイの妹、ユナカイトが出走するということで撮影してきました。ルメール騎手寄せに素質を感じさせる走りを見せてくれています。
もう一頭の出資馬ブライトパスも今週入厩しましたので、近々出走の予定です。そろそろ未勝利戦も終わりに近づいてきて正念場になってきてますので、なんとかもう一踏ん張りしてほしいところです。また出走予定は分かり次第お伝えしますのでお待ちください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。